はい、皆さんこんにちは。今回もマインクラフト実況やっていきたいと思います。今回遊んでいくワールドはこちら、エスケープフロムインフィニティということでね、ついに始まりました脱出ワールド実況、めちゃくちゃ久しぶりにやっていこうかなと思います。まずは初めに、この度はエスケープフロムインフィニティをダウンロードなるほどね。設定バージョン 1.17、難易度ピースフル、チャンク自由、音量自由、マルチコマンドトゥルー、そして、こんな感じであって、難易度簡単、あ、そうなんだ、謎解き上級者にとってはゴミみたいなもん、あ、じゃあもう私からしたらもうゴミみたいなもんかもしれない。目安は1-2時間、まあ私ぐらいの実況者よくあればもう3分ぐらいで、ここでヒントをもらうことができて、こっちクリックトゥースタートで始まる。じゃあ行きましょう、クリックトゥースタート。おー、こんな感じで、なるほどね、ルームが一個ずつ増えていくと、半角数字、あ、これ28じゃない、多分。時移動、フンと見るとき、数字を何倍する必要がある？こんなんもう楽勝すぎてね、半角数字でしょ？もう楽勝楽勝。28。なんかパンが焼けたみたいになったんだけど、はい、時間はね、基本的には秒と分は60進数なんでね、はい、60ですね。よいしょ、あー、よかった。 まずは普通に謎解きというか、もうなんか教養的な感じだよね。さあ第2問、ルーム2、あるなしクイズ。2ページの中身を参考に、3ページからあるになるものだけを取り出し、それをアルファベットに順に、あるなだけ、ある、ジュネーブ、シークワーサー、チューリップ、なし、ピザ、テレビ、スタンド、選択肢は、あー、そういうことか。この中であるのものを取り出せと。簡単に考えると、このクワーサーとかの、このチューリップとかの小文字がついてるかどうかっていうことを考えたら、いいじゃない？大きなドリップビーフ。あ、でもダメだ。いい、あ、ん？一個だけじゃない？あ、一個だけじゃなさそうなんで、数直線。だから A と、ミスター1441大丈夫、メリーケリー大丈夫、大きなドリップス、プリ、プ、プ、エクスキュートもそうなのかな？じゃあ、ほんとか？こんな簡単に、一般相対性理論もそうだし、そんなわけなさそうだな、これは。ちょっと、もっと別のものが合いそう。あ！いや、違う。ちょっと待って、なんだこれは。ジュネーブ？え、でも、もう、一回それでやってみるか？ねえ、E イコール、M の MC 二乗とか、あれ？あ、一個だけ？あ、この中で一個だけ？あるになるものだけを取り出し、それをアルファベット中に並べよう。あ、全然思ったのと違った。なんで、A、E、F、G、H。多いなぁ。A、E、F、G、H。絶対違う気がするけど、やってみよっか。はい。A、E、F、G、H。これで間違いない。ファイナルアンサーです。行きましょう。ででん！あ、あ、まあ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 行きましょう。ルーム3。ん？選択、あ、ウォートジャンプ。え？選択肢と同じように書く。なるほどな。オッケー。ロシア、カナダ、アメリカ、日本、中国、インド、スロバキア。地球の中で最も面積が大きいものは何？教養。教養なんだよな。地球の中でって、なんか、なぞなぞ入ってんのかな。普通に考えたら、どっちだこれ。教養ないんだよな。ロシアかアメリカかだよね、多分。カナダよりもアメリカの方がでっかいよね。あれ？ちょっとわからん。多分ロシア。ちょっとこんなんもう何回かやれば当たるでしょう。私の教養をね、バカにする回です、今回は。ロシアです！あ、よかった。いやもうこんなんもう30後半になってこれもわからんってなっちゃったら本当にもう悲しいことになっちゃうからね。ルーム4やっていきましょう。無形コテ。無形コテ。はい。なんで？なに？無形コテ。あ、まだ右があるわ。あ、左、右、上、右ね。なんで、上？左、右、上、右。左、右、上、右？無、け、こ、て、は？上ってなんだ、そもそも。まだ、左、右はまだわかる。いろいろ考えれるよ。例えば、母音と子音に分けるとかね。それは全然、わかる感じはするんだけど。蒸し立てにできる、これ。蒸し立て。蒸し立て。これをたに見るみたいなね。絶対違うんだよね。あ、50音順に並べて、
上っていうとだからオにするとか感じなんで、左は1個前に戻る。いやどっちかっていうと上は1個上に行くもんで、あいうえおだった場合は絵がうになる的な、そういう感じで考えよう。左あかさたなはまややゆゆ、右ゆゆえけせ、違うっぽいなあ、わかった。キーボードかもしれん。これキーボードが違ったら解けない問題じゃない？ムはキーボード的にねえぞ、ムなんて。ム、あったあった。え？なんか、鍵カッコなんだけど。まあいいや。アスタリスク？ケム、あ、ダメだ。この上2個ある。この上が既得2つある。笛ができないやつ。まあいいや。ケムキク、ケムキクイ。これが答えだったらびっくりする、今日ね。ケムキクイ、これだわ完全に。はい、ドン。はい、あ、ちょっと待って、一応ゆえけせもやっておこっか。ゆえけせもう絶対ないと思うけどね。ケムキクイと同じぐらいのレベルだと思うけども、ゆえけせワンチャンあるかもしんないから、ゆえけせでやってみよう。もう意味わかんないけど、ゆえけせ。はい、あくどういう意味？ゆえ消せ？ゆとえを消せみたいな、そういう感じ？ゆえを消せみたいな。誰？ゆえって誰？はい、ルーム5。ミスター1441という男がいた。その男は、あがてもじ、そして、さ、しか言うことができない。この男は何種類のひらがなを言うことができる？あがてもじ、そして、さ。でも多分、なんで、123456789。え？本当に？なんかここまでの感じ、なんかもう本当にってなるものでもいいや。もう行きましょう。9文字です。そしてが、そとしと、手にねなってる的な、そういう話でしょ。はい、その男はあがてもじ、そしてさ、しか言うことができない。何種類のひらがな？しゃ、いや無理だよね。やゆうようがない。あ、待って、そしてと手がこれ混ざってんだよ、見たらじゃあ8ってことですか、もしかして。末広がりの8、双葉の8。はい、ドン、これ来るわ。やっぱりな。そしての手が重なってた的な感じね。オッケー、ルーム6。このページの数字をすべて足せ。こことかもありそうだな。これ3ページじゃない、多分。合計いくらだ。いや絶対さ、これ3でしょ。もうわかるよ、私。なんて言ったって、脱出ゲーム上級者だからね。こういう時は大抵3が来る。はい、ドン。でしょうね。でももしかしたらこっちの方を足してなんかある的なのもあるかもしれない、今日ね。はい、ドン。リスタート。え？リスタート。お？え、もう一回最初から？あ！マルツエンディング、マルツエンディングですか、もしかしてこれ。どこが一番最後がバカにするなよみたいな、そういう話もしかして。多分4つ目までは普通にいい。え、ここの時点でという可能性はあるのかな。え、ちょ、わかんない。一応4つ目までは言っておこうかな。で、最後だよね、ここ。あ、最後じゃなかった。はい、まあ、ここは普通に8にして、まあ、ここまでは普通よ。ここまでは最後のここの、あ、でもこのページだもんな。このページの数字を全て足せ。こっちに普通にしてみる。65、71、24を足すんですか、これは。24を足して、なんだっけさっきまでの数字。99、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 
あ、普通に数字間違ってる。じゃあ待って、めんどくさいな。ん ?75。あれ ?99 じゃないでも。これちょっと W2 とかを数字と考えないとかあんのかな。 W24T とかこの辺を数字と考えないでいきましょうっていうのがもしかしたらあるかもしれないけども、こういう時はもう私は知ってる、考えてもわからない可能性が結構あるから、もう素直にヒントを見る。はい、ででどん、ヒントルーム1そのままでいい。はい、ルーム2ボー。何ルーム1って何だった、何そのボーって。あ、ボーだったの。嘘でしょ。伸ばし、ちっちゃい文字じゃなかったの、棒だったのこれ。あら。3、わからないな、調べよう。ふざけてんな。4、50サウンズ。何50サウンズ。4の50サウンズ、何向けこて。あー、50、40か。50、40ね。で、5、そのまま。5ってなんだ、
あ、そのまま。そのままなのかな、これわかんないけども。そして6、計算機を使って足そう。ページの左の数字も忘れずに。あー、これでもこのページじゃないじゃん、これ足すんだとしたら。このページここよ、普通ここのページじゃなくてここよ。まあいいや、じゃあ103ってことなのかな。103、そう、103でやってみよう。2と2を足して99から4を足して103。計算合ってますように。あ、よかった。はい、どうも。はい、ちょっとね、いろいろやってみたら、ここでヒントのやつを押したら、ヒントトゥルーっていうのがね、出てきました。で、これ見てみたら、ここに記されているのは本当のヒントです。難易度がだだ下がりしますっていう風に書いてあるんだよね。つまり、それぞれ別の答えがあるっていうことなんだと思うんだけども、で、もう一個気づいたことがあって、ここに数字の、一番最初の3、3を入れると、ここに赤のやつが出てくるんだよね。で、ここに103を入れると、あ、普通に赤だわ。変わらんかった。上赤くなったから、これは他にあんのかなと思ったら変わらんかったわ。あれ、赤、緑、あれってことは本当の答えはいけてる的な感じ。ここはあれ、おう的な感じで、なんか色がつくんだよね。あ、ここ青だ。え、どういうこと？とりあえず、他の答えがあるってことだと思うから、これちょっと考えてみようか。時を分と見るとき、数字を何倍する必要がある？ 60 倍。時を分と見るとき、どういう意味だ？ヒントを見ちゃいましょう。わからん。ででん。ルーム1、時計を使おう。何時を何分と見るとき、数字を何倍する必要がある？え？1時を何分と見るとき、数字を何倍？どういうこと？長針短針的なこと？ 6 時を6分と見るときってこと？え？あ、わかったかもしんない。1時を分で見たら5分。2時を分で見たら10分。3時を分で見たら15、あ、これだ！ 5 倍だ、つまり。はぁー、なるほどね。そういう話ね。はぁー、これで、これを入れると？あ、変わった！紫になった。え、じゃあさ、これ本当の答え入ってんじゃん。あ、そういうことか。じゃあこれは普通にそれなのかな。これはあ、これは合ってたんだ。私、伸ばし棒の場合違う答えになるんだけど、私は本当の答えを先に言っちゃったんだ。その次が、選択肢は8つあって書いてある。あ、地球。謎謎っぽい考え方でよかったんだ。なるほどね。アースだ、アース、地球ですね。これが地球。あ、そうだ。で、ここ、あ、ここも違う。ムケコテがそもそも違った。ムケコテはもう分からんぞ、多分。五十音順は何の役に立たない。参考になるものをあげる。諸行無常。こうじょうめっぽう。生滅滅おの。さび滅ためらく。ん？参考になるものをあげる。諸行無常。これ検索しないと分かんない系じゃない？もしかして。ちょっと検索してみよう。これは分かったかもしれない。なんか、諸行無常、涅槃行っていうのがあって、そこに、諸行無常、是生滅法、消滅滅意、弱滅威楽っていうのが書いてあるらしくて、で、そこから、弘法大師という人が、いろは歌を読んで、いろはにろえどちりぬるおっていう、そう、いろはにろえどちりぬるおが諸行無常で、我が世たれぞ常なあむが、この古勢滅法で、ういの奥山今日超えてが、その次のやつ、朝木夢みじ、酔いもせずっていうのが最後のやつっていう感じで、それを読んだものがいろは歌らしくて、でいろは歌の五十音順みたいなものがあったんだよ。でそれをもとに、無の左がやで、けの右がい、え、これどっちだ、これいかな、あ、じゃあえかな、え、けの右えなんだ、変わんないんだ。だからやえ、この上がふ、やえふで、手の右がや、やえふや、これえじゃないかな、いかな、まあいいや。ちょっとその答えが2個目はいだと思うんだけど、やいふやになるんだけども、これは答えなのか、やいふや。
え、これイだよね。やいふや、あれ、あ、普通にやんのかな。むの左がく、けの右がう、この上がふ、手の右がく。あ、普通のやつだ。なんか表が画像で出てきたからこれ使うって思うじゃん。これ使わないんかい。普通のやつだ普通に色は匂えどちりぬるをっていう風にやって、それを読んだら空腹なったわ。なん、なん、どっちにしても難しいわ。空腹、これでいける。あー、オッケー。さあ、そしてここは普通に、答えが見つかってる。で、ここも普通に答えが見つかってる。あ、なんか伸びてる。ここにいるということは、あのループを抜け出せたんだね。まあ、今作はそこまで難しくない、難しかったけどね。そりゃ、抜け出せられるわけだよね。一応言っておくと、この先にコードがあるよ。ここまでの謎解きお疲れ様でした。ほんとか？ほんとにゴールあるんか？これちょっとここまで食うと信用できんぞ。私は何も信用しない生き物になってしまった。ルーム7、ファイナル。0か7の数字を並べろ。ただし、どのように並べるかは自分でよく考えろ。めっちゃ命令じゃん。超命令系なんだけど。これでもさ、上に色があるってことは、ここ色ないんだよな。ここ色がないってことはさ、あれじゃない？0から7をさ、とりあえず0120567ってやればさ、とりあえず上の答え出るんじゃない？これもしかして。はい、あ、上の答えが出ない。ここの答えが出ないと多分できないと思うんだけども。あ、じゃあ逆にしてみる。7から順番に減らしてみるか。7、6、5、4、3、2、1、0、これでやったら上の色が変わる。あ、はい。え、上の色はとりあえずあるよね。確か6は赤、5は緑、4は黄色、3は黄緑、2は青、1は紫。 0？ あ、0これか。0はなんか空色的な感じのやつ。これあれ、あれ待って、紫から始まって、そして赤で終わるもの、私知ってんだけど、赤外線、紫外線、これ虹じゃない？赤、赤の次緑なの？虹が、え、嘘、み、え、み、え、赤大大とかじゃなかったっけ、虹って。赤、緑、黄色、黄緑、青、紫これまた調べんとわからんやつじゃない？もしかして。紫から始まり、紫、青、黄緑、黄緑、赤になってるわけだけども、これで検索すると、何も出てこんわ。そもそも虹だとしたら赤と黄色の間に橙とかが入るはずなんだよね、多分。緑はそこにはいないはずなんだよね。ヒントを見ましょう、こういう時は。ヒント、あ、もしかしてこれヒントない？あ、ツイッターまで。おー、なるほどね。あ、ん？あ、そっか、順番、そうだよな、私何言ってたんだ。虹がこの順番にないってことはさ、だから順番はそういうことよ。虹の順番にしろってことだ、つまりは。だから赤から始まるんだよ、多分ね。6から、でも7の色がわからんちんだけど、まあいいや、赤から始まり、赤、黄色だよね、多分。黄色から黄緑になってから緑になって、青緑になってから青になるんだって。なるほどね。64からここが黄緑になる。6435021、6435021で、ここの色がないんだけども、ここの色は6435021の中に入れるところって言ったら黄色と赤の間だと思うもんで、だから6と4の間ってことを考えたら6745021かな。え、6435021で6と4の間に7が入るから6743501、これじゃないですか。はいはい、虹の何番待って、わしゃったけつつつい、あ、ピーンってなったけども、これ言っていいのかな。ピーンなったから言っていいよね。はい、ドン、おいよかった、クリア、おめでとうございます。今回よくある無限ループって怖くねっていうのに挑戦しました。実はこの題材の主作でも前にあったエスケープフローム7を作るきっかけなの。あ、そうなんだ。あ、エスケープフローム7、ちょっと今度ちょっとこれもやっておこうかな。それじゃあ余裕ー。